はい、皆さんこんこにちは、えー、先ほどのね「えー、魂のかけらの」の、うん、書かれている、えー「ルルド・ファティマ」っていう、ね、聖地を巡ったお話の続きなんですけども、えー、安井邦夫さんはだから「が、え、ん、ー、の手術前後ビ,ビフォーとアフターで、えー、全然人生変わってるよ」とは言ったんですけどでも本読んでみるとですね実はそのビフォーのところ、えー、神秘体験、うん、っていうか何ていうんですかね 精神世界神がかりになってなくてもねやっぱりそれなりに不思議な体験しているわけですよそれについてちょっと、えー、お話ししてみたいなというふうに思いますでこれたどりますね、えー、これ「愛の宇宙方程式」というね本にね書かれている本なんですこの本もなかなか面白いですね、えー、ジュネーブ大学そうですね安江邦夫さんの、えー、経歴を見ていくとですね東北大学で天文学を学んで京都大学で、えー 量子力学の基礎を研究しようということで京都大学に入るんですけどもなんとですね修士課程から博士課程じゃなくてですね多分ですけども博士課程の時に京都大学から名古屋大学に移ってるわけですね、えー。高林武彦先生っていうね方量子力学の基礎を研究された方でそ,こその方につきたいということでついたで、えー、じゃあその後どうするのかって言った時にまあオーバードクターであふれ返ってる中で、えー、まあ 海外の、ね、大学の職の方を求めていろいろ礼旗書を出してた。そしたらですね、ジュネーブ大学の方からですね、えー、採用してもいいよっていう話が来たって言うんですね。で、えー、その指、えー、導教官というか、まあその教えー、ジュネーブ大学の教官が、エンツ教授という方で、パウリというね、まあ、有名な量子力学創世期の、えー、有名な物理学者がいるんですけど、パウリの最後の弟子という、ね、エンツ教授のもとで、えー 職を得ることとととににになななっったた教授るこここいうででですねでですねねれ面白いのはですね、えー、じゃジュネーブ大学でどんなふうに、ねえー、研究の一日が始まるのかっていうことを書いてあるんですがここに書いてあるんですけどこの「愛の宇宙方程式」っていうのを書いてあるんですけどちょっと読んでみるとですねジュネーブ大学に行ってまず驚いたことはみんながろくに研究しないことでしたと。 ろくに研究してないそうです大学に出てくるのは9時半で教授たちは10時過ぎて10時になったらコーヒーだよ国をコーヒーだということで、えー、カフェでコーヒータイムが始まってみんなで楽しくしゃべるとで研究のこと,話す,こともいる話す人もいるんだけどもそんなことはめったになく、まあ、無駄話を楽しくするとそれ,それぞれ11時頃に研究室に戻るけれどももうすぐ12時でよし昼飯だということでランチを誘いに来ると。 でワイン飲みながら2時間かけて昼食を食べて肉料理だそうですねボリュームも相当なそうですねでたらふく料理を食べてワインを飲んで戻ってくるともう眠くなってうとうとしてると今度午後3時にですね「お茶,お茶の時間だよ」って誘いが来るって言うんですえっさっきランチしたばっかじゃないって言ったけどもここでまた3時のおやつの休憩時間で楽しく語らって。 4時ごろ研究室に戻ってノートを開くとすぐ5時で「よしじゃあもう5時になったからビール行くぞ」ということでカフェテラスに座ってビールを飲むとで、まあ、また無駄話をしてそこで夕食になって飲みながら夕食食べ夕食食べながら飲みながらで深夜近くに自宅に戻るとずっと飲んでる飲んで食べてるとこれいつ研究するんだよとね これ驚きますよねこ。こんな、こんな大学ないですよ、日本にはね。じゃあ、いつ研究するのって聞いたらば、えっ、ー、と、不思議に思ってね、こんな生活してたら全然研究できないじゃん。そしたら、そしたらね、えー、国尾さんが疑問に思って聞くとですね、他の同僚に聞くとですね、じゃあ、じゃあ安江く君あなたはいつもアイデア持ってるわけって聞かれるわけですよね。えっと、問い返すとですね、アイデアが生まれたら、 えー、研研究究室にこもって研究すんでるんというわけですアイデアがない状態の時にこ、うん、一人だけこもってうんうんなっててもしょうがないっていうわけねあだからアイデアがない時はもう、まあ、毎日楽しく、えー、ラ,ンチ食べランチして、えー、ビール飲んでワイン飲んで、えー、たらふく食べて、えー、一日が終わるでもひとたびその、えー、物理的なアイデアが生じたらもうそこ,のさそこには参加せずに、えー、物理の研究のために時間を過ごすると。 素晴らしいですねスイスのジュネーブ大学ねとっても素晴らしい環境だと思いますでそこでですねラマヌジャン体験というものを、えー、安江邦夫さんはするわけですよどういうことかラマヌジャンって言ったらね、えー、数々の、えー、とても常任では思いつかないような公式を、えー、女神によって教えられたという,、えー、いうことで、えー、まあそういう有名な方がいるんですけども こちらでですね、安江邦夫さん変分学を確率過程に拡張した確率変分学を提唱し安江の方程式というものを導くということで安江邦夫さん自身が、えー、の名前を冠した方程式というものがありますとこれが安江の方程式ですねでこれはシュレーディンガー方程式を含むさらに一般化されたその、えー、量子力学の基本方程式になるということなんですけどこれどうやって発見できたかというとですね なんと驚くことにですね、まあ、ある日、愛車をですね、買ったと。で、200キロぐらい出る愛車なんで、スイスの、えー、自動車あ、高速道路とかね、そういう自動車道では、えー、200キロ出せないんで、アウトバーン行って200キロ出そうと思って、アウトバーン、ドイツのアウトバーンに乗ってですね、えー 最高速度にチャレンジしたそうなんです。でえー、速度メーターが180キロ190キロ,キロで200キロに達した時にガタガタガタっと車が揺れ出してですねあやばいひょっとしたら200キロも出したら壊れそうにな壊れちゃうのかなと思った時になんと、えー、世界が一変してですね全くの静寂、えー、静かな先ほどまでもうガタガタ揺れてた車が嘘のようにですね、えー、全くの無音状態、えー、になったと。 これ一体どういうことかと思った時に脳裏に数式ららししききものがバーっと浮かんできたらしいんですでたいすその状態でもねしばらく、うん、しか続かなくて、えー、また元の状態に戻ったんですけれども、えー、早速その宿に戻ってですねその先ほどのね、えー、脳裏に浮かんだ四気なるものを思い浮かべてみたらちょっと思い出せたとで、えー、その四をね忘れない,ないようにバーッと書き留めたんだそうです でこんな式なんだ頭の、えー、頭に浮かんできたんだろうなと思ってその式をよく吟味して、えー、あのー、いろいろ計算してみたらなんとそこからシュレーディンガー方程式が出てきたえー、これはじゃあ探し求めてきた、あのー、自分がね、えー、探し求めていた方程式だったんだというのがラマヌジャン体験ですね信じられないですよねもう、えーまあ、前回の話でね愛機の話もしましたけども愛ね 安江さんが言う愛機っていうのももう信じられないんですけど、まあ、こういう体験ラ・マルジャン体験もしてるわけですねで、えー、じゃあ自分だけなのかと、えー、このような、えー、数式というか、まあ、基,基礎方程式が、えー、脳にパッと突然浮かんでくる自分だけなのかと思ってですね、えー、調べてみたそうです、まあ、当時いたのはジュネーブ大学スイス、えー、ヨーロッパですよ、えーまあ、量子力学の、えー、が生まれたね地 が近いわけですね。で、そういうね、えー、だから、えー、同僚とか資料とかね、えー、いろんなつてを探っ,探ってですね。そんな自分のね。こういうラマヌジャン体験というのは他に行われているのかなと調べてみたところ、なんと驚いたことに、ね、そのシュレーディンガーによるシュレーディンガー方程式をまさにそんな感じだったらしいんですね。まあ、シュレーディンガーの場合はなんか、えー、奥さんじゃない？他の女性と一緒になんか冬の山奥にいてクリスマスだったかな。そこで突然そのシュレーディンガー方程式がバッと。 脳に浮かんでやっぱり書き留めてこれは一体何を意味してんだと、えーね、論理的な演繹的な結果じゃなくてですね方程式がバーンと脳に浮かんでですね、えー、シュレーディンガーの場合もでそれを吟味したらあこれはいわゆる、えー、量子力学まあそれは生まれたばかりのね量子力学の基礎方程式になると波動方程式になるということで。 なんとシュレーディンガー自身もこのラマヌジャン体験というものをねしていたと安江邦夫さんの安江の方程式なるものと同じような体験で現れたということらしいんですよね、まあ、そんな話もあったでまあこのスイス時代ジュネーブ大学時代にはですねそのまあ博士号を取る学生っていうのも取ったわけですねでその学生っていうのが実は結構な年いってて自分と同じ年ぐらいでしかも哲学をやってて これから哲,学哲学者として一発になるために物理学をやんなくちゃいけないみたいな人だったらしいんですけどもだから他の人は他の教授とかは全然その人を取りたがらなかったんだけども実は取んないともう強制的にあのそこの職を失うことになっちゃうんで、まあ、やむを得なくその取ったんだけどもでその人はだから物理のこと何も知らないわけですよ今哲学ばっかりやってたからだからもうゼロから教える。 そうすると、まあさ、そうですね。その、それがだから、後のジブ・マリさんっていう、ノートルダム精神女子大学の英文、えー、文学部、英文学科卒の人に、えー、量子版、えー、量子版の理論を教えて、量子版の脳理論をえ一緒に、ね、研究するというきっかけになった、だからその、えー、人がそのスイスでね、いたと。全くゼロからえ教えて、結局学位も取ることができた。取らすことができたという体験が、だからこのジュネーブ大学時代にあった。 わけですねでその方いわくですねあのせっかく物理学を教えてもらったんだからじゃあ自分はあのー、キリスト教のことを教えてあげるよみたいなことを言ってなんかいろんなとこへ連れてってだから年も結構行ってていやその当時の野生さんと同じぐらいの年だったからいろんな高名な人も知っててなんか連れ回されたそうですね。でピアッツっていうね発達心理学の有名な先生がいるそうですまあ私も名前ぐらい聞いたことあるんですけどこのピアッツの。 お葬式にも連れれて行かれたまああの,その、えー、人が、えー、まあ、指導を受けてたらしいんですよね。っていうような話をしてました。うん、そしたらですねそのつながりでそのだからキリスト教教えてあげるっていうことで ILO まあスイスだから、まあ、ジュネーブだからまあ、国連機関いっぱいあるわけです。衛生中立国だかでそこで ILO っていうねこれ国連団体 国連のの組織のそこにいで神父さんにですねエクソシストの話を聞,く聞いたっていうことが、まあ、こちらのね「愛の宇宙」「愛の宇宙方程式」ってここに書かれてるんですけどもそれは結構面白いんですね、まあ、当時だから「エクソシスト」っていう映画が、えー、世界的に流行ったわけですねもうすっごいね怖い映画でですね、えーまあ、もちろん、まあ、ちっちゃかったんで。 映画館にも見に行ってないし、テレビで放映される時も最後まで見ることができなかったですね。もう、それぐらいちょっと私の中で怖い体,体験というか、怖い映画ですね。で、このエクソシストってのはやっぱりこうすごく怖くて、まあ、オカルト映画の代名詞になったから、後にだから、オーメンとかサスペリアとか、まあ、ポルターガイトとか、まあ、そっからいろんな、えー、オカルト映画が作られていく一つのきっかけになった映画ですけども、その ILO にいたね、神父さん話、話、えーえー、その、 指導,指導をしていた人に連れて行かれてその神父さんの話を聞いた時に野江さんがねエクソシストってやっぱりカトリックの神父さんそういうことをや,やったりするんですかって言ったらそこの ILO の神父さん曰くですねああいうなんか真面目な、えー、人は、えー、エ,クエクソシストってもともとだから悪魔払い悪魔払い師ってことですね、えー、ああいう人はエクソシストではありませんとじゃどういう人が悪魔払いするのかエクソシストなのかって言ったらば えー、もう本当に普段はだらけまくってる飲む打つ買うの3拍子揃った悪徳神父みたいな人が実はエクソシストをやる人だっていうんですよねそういう人じゃないと悪魔と太刀打ちできないでそういう人が例えば悪魔つきがあったったらそういう、まあ普段は、えー、全くもって不良神父だったんですがその人がだから悪魔払いエクソシストとして行ってそして悪魔を払うとその太った 体がねみみるるる痩痩せせこけててて、えー、細ってなんか出てくるんだそうですねそれでその,あの悪魔払いが終わったらば、えー、とその人はまた元の自堕落な生活に戻ってでまた、えー、エクソシストとしての仕事を与えられたら、まあ、出ていくみたいな感じで普通の人はできあくまで太刀打ちできないみたいなことを言っていたでこの方がですね後々重要になってくるわけなんですけれども、まあ、どういうふうに重要になってくるかっていうとですね えーまあ、結局だからジュネーブ大学には3年間か4年間かいて日本に戻ってくる。で、えー、と東芝の研究所日本に戻ってきた時に東芝の研究所かなんかで、えー、東京で働いてたんですけどもちょっと東京も離れたくなってきたという気持ちになった時にちょっと友達に相談したらば。 あれ岡山の地元に、えー、ノ,ノートルダム精神女子大学っていうあの大学あるじゃんそこに職をあの求めてみたらどうって言われてでもつてないしなと野菜さんが言ったところその友達がですねあの誰かその水死時代に知ってる神父さんに紹介状をい書いてもらったらっていうふうに言ったんですね。 あそれは明暗だということで、その ILO のエクソシストについてのお話を聞いた神父さんにですね、えー、早速、まあ、電話かななんかして、えー、すいませんが、ちょっとノートルダム精神女子大学というね、岡山に、自分の地元の岡山にカトリックの大学があるんですけれども、えー、そこにですね、えー、なんか推薦状みたいなの書いてくれませんかって頼んだところ、ああ、いいですよと頼んでくれた。でも、えー、その電話のあと、いくら経っても、推薦状書きましたよとかね、 そういうい方、えー、一方一も届かなかなったとあれ ILO の神父さんちゃんとやってくれたのかなっていうふうに、えー、思っていたところにですねなんとノートルダム精神女子大学、えー、シスター、えー、理事長の渡辺勝子さんという方が電話があって、えー「もうノートルダム精神女子大学に来てください」というふうに方が入って、えー、岡山の地元に行ったわけですねそしたらですね、えー、渡辺勝子さんいや「ひょっとしたらじゃあ推薦書書いてくれたんだ」 っって言ったら、えー、渡辺勝子さん、えー、開校いわくバチカンからこういうものが来ましたとなんバチカンの総本山カトリックの総本山からですね安江国をなる人物をノートルダム精神女子大学の、えー、教員として迎え入れようというまあある種のもう えー、命令書だから、えーね、カトリックの、えー、大学カトリック系の組織にとってはもうバチカンからの命令はもう絶対になってしまって、えー、もう渡辺勝子さん理事長の渡辺勝子さんいわく、えー、もうこのような、ね、書類来たらあなたを受け入れないわけにはいきませんということでなこの IL の神父さんはそのバチカン総本山である、えー、カトリックの総本山であるバチカンに頼んでを、えーえー 安井邦夫さんはノートルダム精神女子大学に、えー、入ることにね決またということそんな驚くべきエピソードも、えー、こちらのね「愛の宇宙方程式」には書かれてますねで、えー、このノートルダム精神女子大学の、えー、シスターで渡辺和子さんっていう人は実はあの有名な方有名な方っていうか本がですね2012年「置かれた場所で咲きなさい」って っていう本が,原者が出てるんですにあっその渡辺勝子さんだったんだっていうことでちょっとまあえー、まあねなんか二度驚くみたいなことがありましたねあまあこんなことでね、えー、だからやっぱりジュネーブ時代、えー、ビフォーの時からですねやっぱり安江邦夫さんいろんな体験まあね不思議体験というものをしてるわけですよねすごい巡り合わせとかね でですねまあちょっと余談っちゃ余談なんですけど「コリりトり」というねうんことも書かれてたんで、えー、ちょっとこういうプラスアルファとしてお話ししていきましょうか。県内四国、えー、娘さんが八瀬邦夫さんの娘さんがいて次女の方が結婚されて、えー、娘婿さんと一緒に、えー、旅行しようとせっかくだからねまあ岡山まで来たけども四国の方に行ったことがないということでじゃあ四国を、えー、車で巡りましょうかという。 なんと、えー、自分のその何てな,なん,てんでしたっけナ,ナ,ビナビの行き先は右を指してるのになんか知らないけど左に行っちゃったと左、えーうん、あのハンドル切っちゃったと。 そしたらなんか全然違う方行ったんだけど、行くことになっちゃうから、じゃあ、あの、まあちょっとどっか違うところで U ターンしたりとかして、えー、元に戻ろうと思ったんだけど、全然 U ターンできる場所もなくて、一本綴りでもうどうしようもないから、元に戻ることができなくなってしまって、じゃあしょうがないね。もういいや、どっかこの、うん、まあ、まあ行っちゃえということになった時に、現れたのが、なんとこのコリトリと、見えますかね。えー、国道438号線にコリトリと、 いう地名の案内表示が出てるんですけどもこれがですねなんとですねこれ別に案内表示じゃんと思うんですけどもなんと 10.5km 先からですね 500m ごとにコりトりコりトりリコりリトりリまであと 10km コりトりまであと 9.5km コりトりまであと 9km 一本道だそうですよねこの国道は一本道でそんなこと指示されなくてもそんな頻繁に指示されなくても。 あの一本道てたか行けるっちゅうのにとよっぽどとてもすごいところなんだろうなと思ってついてみたら、うん、そこには古い鳥居があって谷川が流れてるだけで手書きの貧弱な看板に剣山剣山じゃないです山ですね剣山登山口と書いてあるとで漢字としてはこう「こりとり」ということなんです、ね、これ何ということです 実はですねこれ何かっていうとわ、まあ、からないですよわからないけれどもなんとその時に偶然その旅に出る時に娘向こうの人が、えー、ちょうど四国の,そのこの剣山近辺で「あこんななんかあの安江邦夫さんお父さんが好きそうな本がありましたよ」っていう本があってそこにですねそれをなんか買ってき 買ってくれたらしいんですけどもその本がですね北イスラエル銃部族の大移動つまり、えー、かつて、えー、ユダヤ民族っていうものが、えー、アッシリアに滅ぼされた、えー、紀元前722年、えー、ごめんなさい紀元前722年でそこで北、えー、ユダヤ北王国の、えー、ユダヤ人の銃の部族がですねもう行方不明になってしまって日本に来たよというような話があってそれが、まあ、日中同祖論と呼ばれるものなんだけれども。 えー、なんとその,とあの,その、えー、娘婿さんが買ってくれた本っていうのはその凝り取り日本に来たその十部族がですね、えー、このコりトりからその剣山に登っていわゆる失われたアークですね、えー、というものを隠したということが載ってたということで,で驚いたで後帰ってみてその元に戻ってあの地元に戻ってみてその、えー、もうこれはもう アフターの時の時話ですね門人の人にええー、観光地新報の門人の人にこんな出来事があってねコリトリっていうねなんか不思議なねあの何にもないところに500メートルおきに標識が飾ってたんだよとか言ったらああその話ですかとなんとその人はですね、えー、なんとその人曰くなんですけどもええー、その人、えー、イスラエル大使館に勤めてた友人がいるんだそうですね。で なんとですねこのコリトリの500メートルごとのあんなその一本道になんで500メートルごとに表示あの表示立つたかっていうとイスラエル大使が、えー、代が変わるとですね必ずそのコリトリに猛出るそうなんですねでこのその標識500メートルごとの標識も宮内庁の予算で作られたとその人曰く言うわけですね つまりそのイスラエル大使が交代しました、天皇陛下に会いに行かれると。で、総理大臣に挨拶して、その3番目にすることが剣山毛で。で、えー、コリこりとりというのは、だから、えー、宮内庁の予算でその案内表示が作られた。なんと、日中同窓論、ね、えー日本人えー、と天皇家の末裔というものは、実はイスラあのユダヤ人だったっていうような説も なんかとんでも説としてありますけどもこういうような話もなんか出てきただからそれはだからあの安江さんがハンドルを誤って、えーえー、ナビと全く逆方向にき切っちゃう無意識で切っちゃうことによってこのコりトりってところに、えー、到達してしまったとでそんな話もありとで最後にですね、えー、末久和夫さんの話をちょっとしようかなと思います この方はですね、セルンというね、まあ有名な、えー、実験場素粒子の実験施設があるんですけど、そこで勤められてて、ね、物理学者でもあったんですけども、なんとセルンに勤めてる時に、もう物理、あの、こいつらもう物素粒子の計算ばっかでもう全然人間味がないじゃないかっていうことでもう自分も物理学者辞めるっていうことで指導教官に相談したら、ああ、私も辞めたいと思ってたところだ。よし、一緒に哲学者になろうということで哲学、哲学者の道に行かれたと。 でえー、この方はプロテスタントらしいんですけど今はキリスト教系の大学で教えられているでその人が、えー、安江邦夫さんの元を訪ねるなぜかといったらですね、えー、安江邦夫さんと私と一緒に神魂霊の存在証明を物理学を使って一緒にやりませんかという話をね持ちかけてきたということなんですねね驚,驚くべき展開ですよね はい、これがシュレーディンガー方程式です。さあ、えー、シュレーディンガー方程式ねちょっとこれはね、えー、安江さんの文章なかなか面白いんで読ませていただきます。ねまあ、この世、えーまあ、この世の次元はまあ3次元、まあ、スーパーストリングセオリーだとまあ10次元とかね無理論だと11次元とか言われるけれども量子力学を、ね、記述する空間ヒルベルト空間の次元は無限次元ベクトル空間ですよね。 だからこのシュレーディンガー方程式は無限次元のね、えー、空間の、えー、表す方程式だと。無限次元空間の中での方程式。で、これって実はこの世じゃないんだよと。あの世の話なんだよ。で、アインシュタインも、えーね、このシュレーディンガー方程式の考え、まあ、っていうか、量子理学の考えに猛反対した。そんなわけのわからないあの,あの世の方程式なんか持ち出してきて一体何をするんだと。 そんなことやめろ。シュレーディンガー方程式、あの世の方程式と言ってるのよこれはもうあの世の方程式だ。アインシュタインはあの世の方程式なのやめろって言ったんだけども、まあ、ボーは、デンマークの物理学者ボーは、いや、そうじゃないと。どうしてもあの世のことがわからないと、この世のことが定まらないのだと大喧嘩した。まあ実際に本当にそういうような表現を使ってたかどうかっていうのは、まあ置いといてですけども、まあ、通常ね、物理学者っていうのはあの世の方、 あの世とか、ね、そんな話はしないんだけどもしなくて無限次元ヒルベルト空間のベクトルですというだけにしますこれなならあの世などとは言わないで済みますね物理学者が無限次元ベクトル空間のベクトルだと言ったら一般の人は黙るところがスピリチュアル系の人の場合は正直に「あの世」とか「霊とか言うから一般の人たちは科学者とトラブルになる、ね、無限次元ヒルベルト空間のベクトル「霊がそこにもほら飛んでますよと言えば世間は黙るというのにうと。 まあこんな突拍子もないことを考えている物理学者は僕を置いて他にはいないはずだったんだけどもその、えー、末久和夫さんっていうんですかねその方が訪ねてきたわけですねじゃあなんで訪ねてきたのかまあそういうようなことを発信してるからですよねまあこの人自身の哲学としてまあだから、えー、かつて物理学者で哲学者でもありプロテスタントの信者である、えー、末久さんは神とか魂とか霊とかの存在証明を物理学を使ってできるんじゃないかと しかもかつて、えー、ね安江さんが、えー、自分まりさんと一緒にやっていた「量子場脳理論」というものの枠組みを使えばその枠組みで神や魂や霊というものの存在証明ができるんじゃないかということで話を持ってきたということですね。で、えー、ここでまた安江さんいわ、えー、くですね、えー「神とか魂とか霊とかは 加算無限のつまり自然数と同じぐらいの濃度の無限の大きさのヒルベルト空間ダメなんだ連続無限のヒルベルト空間じゃないとベターっとねもう隙間がないぐらいくっついてないとまあ神とか魂とか霊とかねそういうものは表現することはできないだからまあベターっとくっついてるからまあ神とか魂とか霊とかそういうものは目に見えないんですよみたいなことを言うわけですよ。ね、そこで、えー、末久和夫さん、えー、安江邦夫さんで他にどんな人がいいの どんな人がいますかねということで、なんか何人かね、一緒に共同研究できる人を紹介したというわけですけども、まあ、こういうようなね、プロジェクトもね、えー、始まったと。ただ、これが2013年の本で書かれているところは、もうね、だいぶ経ってるんで、そろそろ研究成果をね、発表してほしいな、なんていうふうに私は思うわけです。はい、今回も長くなりましたけど、聞いていただきまして、ありがとうございました。